3月11日の運動塾通信をお送りしています。今日はですね、貧困への現金給付の話で6日目ですね。コロナは政府に貧困者の新たな救済のやり方を見出させてきた。最貧国のいくつかの国でさえ実験しているという内容ですね。今日は6日目ですね。大変貧しく、特に女性や老人は最も基本的な IT スキルが欠けている。ニューデリーではサタルク・ナグリク・サンガサンという市民グループのアムリタ・ジョーリはインドの長いロックダウンの間に緊急食料援助のために貧困家庭が登録する作業を登録するのを手助けする日々を送った。このプロセスはフォームにオンラインで記入し、モバイルフォンでに送るための1回限りのパスワードを入手し、その受益者の ID カードの写真を撮り、それをアップロードする前に正しいファイルフォーマットに変換することだ。ちょっとぐちゃ、正確に翻訳しちゃったんでぐちゃぐちゃしてますけど、こうした作業は科学者でさえ面倒だとジョーリは言う。まあ貧しい人たちに手伝ってるんですね。もう一つのデリーのスラムではカンダビデという女性は、彼女の年齢も名前もわからないが、インドの先駆的な生体認証のアーダールへの登録をするために数百ルピーを仲介業者に支払って政府の援助とワクチン接種を受けることができる。まあ数百ルピーっていくらか、ちょっとすみません、わかりませんが、少ない金額ですね。もう一人の貧しい女性のアルパナ・ハルダーは、彼女の家庭のための食料配布を受けることができない。似たような貧困のスラムに住んでいる人と一緒で、居住証明がないからだ。この数百ルピーって何か書いてありますかね、二つ目。あ、書いてありませんね。それから、いくつかの国ではそうした障害を解決する方法を見つけ出すことに長けている。ナミビアの政府は緊急援助の10の申請を1つの SIM カードに登録し、モバイルフォンがない家庭でも隣近所から借りることができる。これ昨日も話しましたけど、あのモバイルフォンを持ってない人がいっぱいいるんですよね、アフリカには。だからない家庭でも隣近所からこのし、あのだから緊急援助の 10の申請書を1つの SIM カードに登録してしまってやってるわけですね。南アフリカの政府は貧しい非白人の居住地域にボランティアを送り、そこの人々に援助の適用を手助けをしている。どの場合でもまさしく最も助けを必要としている人たちを政府が識別することは極めて難しいが、特に金額が小さい時でも配布している。幾人かの開発専門家は貧困者への絞り込みに反対していて、そこでは政府が家計調査によって最も貧困の人たちを洗い出そうとしている。だから洗い出せないんですよね。国際労働機関のシャフラ・ラザビは、過度に厳しい受給資格の規則は人々が援助を得るために飛び越えなければならない障害を作ってしまうという。だから結局検査して貧しい人を絞り込めない。また金もかかるしね。そういうことでしょうね。IT 技術が受益者を選別する手助けができる。トーゴの政府はロックダウンが解除されたので現金支給を非正規労働者に拡大した。
この非正規労働者っていうのは、GDP に加算されない労働者のことですね。政府は貧困家庭を見つけ出す迅速な方法を利用し、衛星画像が人口密度に基づいて、極貧のコミュニティを見つけ出している。政府はアルゴリズムと匿名のモバイルフォンの記録を利用して、個々人の消費と彼らがどれほど貧しいかを査定している。結構難しそうですね。でここではですね、ニューデリーのケース言ってますけれども、女性とか老人はその、貧しい女性とか老人はその申請することができないんで、その援助をしているんですね。ホームを作ったり、これは実際にはですね、給付金の日本でもそうですけど、私も税理士に頼んで作ってもらってますけど、結構めんどくさいんですよね。であとはもう一つの例はですね、これは生体認証のためにその政府のシステムを利用する際にですね、やっぱりその許容ないというか、貧しい人たちは自分でやれないんですね。だから、そういうこと、そういうふうな業者に頼んだりしてるわけですよね。それからある場合にはそのスラムに住んでるんで居住証明が取れないという人もいるみたいですね。あとはそのスマートフォン持ってないんで登録もできないんで、持ってる人と共有してお金をもらうようなことも、ナミビアなんかでやってるようですね。だからあと貧困者の絞り込みっていうのをどうやってやるのかっていうことですけども、これは結構僕は大変だっていう、前どこかで言いましたけど、その実際のその支給の 15% ぐらいの費用がかかってしまうとかですね、かなりその本当に貧困、最も貧困な人にそういう絞り込みで金が渡るのかということもかなり難しいようですね。ですから、あとはトーゴなんかは衛星画像を使ったりして貧困のコミュニティを探し出したりしているようですね。本当にそれでもっと分かるんでしょうかね。受益者を選別する、受益者の選別は結構難しいですよね。